新年明けましておめでとうございます。2024年辰年、しんのすけチャンネル並びにしんのすけペルペルみなひろ、いつも応援のほどありがとうございます。そして今後ともよろしくお願いいたすとともに、新年の挨拶参りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今年はですね、1月2日っていうんじゃなくて最初の土曜日に、これ公開になってると思うんですけれども、2024年は飛躍の年ですね。私もう間もなく51歳になろうとしていますけれども、60までね、走り続けることを決めました。ファイティングスピリッツを燃やしてやってるところでございますけれども、皆さんご機嫌の方はいかがでございましょうか。2024年はまずは大都議県の新機種吉宗ライジング、そして3月には忍び魂、そして4月にオス番長ほうほうねえ。2023年、去年は大都はもうパチスロ SAO だけで、あとはリゼロ2ぐらいなもんでね、どうした大都っていう感じではあったんですけれども、どうやらやる気に満ち溢れてると。乗っていこうじゃありませんか、2024年。はい。そして、健在なのがカラクリサーカス。やっぱね、もうこれだけパチスロのラインナップが充実しまくるとですね、何を打っていいやらっていうのは分かってるんですけど、体がいくつあっても足らない状況になりつつありますね。まあ嬉しい悲鳴ですよ。皆さんの方はどうでしょうね。なかなかスマートパチスロっていうコイン単価の高い台を相手に回すとですね、もう付き合ってらんねえよみたいな感じ、そんな人も少なからずいるかと思うんですけれども、しんのすけチャンネルにはね、三者三様の私であり、ペルペルであり、みなひろでありっていう向き合い方をこれからも皆さんにプレゼンしていけたらなっていうふうに思ってますんで、ぜひともですね、パチスローライフの一助になれば幸いと思いますんで。さあ !2024 年でございますけれども、毎年恒例の書き初めですね。去年は確か、何だった、遊ぶ絆遊ぶですよ。遊ぶか。あんま遊んでない。ずっと働いてた気がする。まあまあまあ、パチスロ自体がね、遊びっていう部分でもあるんですけれども、まあ多少忘年会とか、飲みのシチュエーションは増えたけど、それぐらいだもんね。だからそれってやっぱりね、コミュニケーションであり、今後のお付き合いのこともありますしね、コロナで全然そういうのなかったから。うん、まあ楽しんでるんですけど、はい。でちょっとね、不完全燃焼な2023年ではあったんで、ちょっとここからここに隠したためるモットーはやりきりたいと思います。それではいきたいと思います。これでいいべ。ちょっと墨汁つけすぎたな。まあいいわ。これぐらい勢いがあった方がいいだろう。こちら。勝つ。勝つ。パチスローはもちろんなんですけれども、ボートですね。勝ちます。パチスローはもちろん勝ちます。そして仕事でも勝ちます。プライベートでも勝ちます。30代の時は、本当にこの、なんでしょうね、勝つっていうことを念頭に置いて、生活してきた風潮はある。やっぱりね、それこそまだ、パチスロ攻略士っていうところに在籍してた時代ですから、追いつけガイド、追い越せガイドっていうのをやっぱね、モットーにやってたんですよ。そういう気持ちって大事ですよね。うん。
まあ、誰かを追いつい誰かに追いついて誰かを追い越すっていうわけではないんですけども、しっかりと自分の中でよし勝ったって思える、そんな毎日を2024年は送っていきたい、うん、だからここ数年にしてはだいぶガチな目標ですよね、2024年辰年勝ちを目指していきたいと思いますんで、重ね重ねにはなりますが、しんのすけチャンネル、しんのすけペルペル、みなひろ、よろしくお願いします。